誰にもバレずにほとんどダウンタイムなしで手軽にバストアップしたい方はがおすすめです。本日はですね、42歳女性ですね、身長が154センチで体重が68キロの方の二の腕全周と肩と上背部ウエストお尻のベータ平滑筋性脂肪筋群で、その脂肪をゴムに入れるコンデンスリッチ脂肪中に補強を行っていきたいと思います。その後ですね、顔の頬と顎下の脂肪筋とメーランファット、そして最後にドリフトで、この取った脂肪をいい脂肪にしたものをおでことかこめかみに入れるっていう風に、まあ、体全体ですね、顔から腰にかけて、まあ、結構大掛かりな手術っていうのを行っていきたいと思います。ただまずはですね、こちらですね、レーザーをかけてこの脂肪をこのいい感じにほぐしていきたいと思います。本日ご紹介するのは広範囲の脂肪吸引になります。とても大きな手術になりますので、一度にダウンタイムを終えたい方はぜひ参考にしてみてください。またこの動画の後半に二の腕からウエストまで同時に脂肪吸引した場合のビフォーアフターの写真もご紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしたらですね、今脂肪をほぐし終わりましたので、このアキーセルの転換ですね、このアキーセルの転換はこの脂肪注入補強を行う上でかなり定着率の良い状態の脂肪のまま脂肪吸引することができるので、アキーセルの転換を使った脂肪注入補強っていうのはかなり定着率が上がるので、とってもおすすめです。なので、まあ、脂肪吸引もかなり綺麗な仕上がりになりますし、まあ、同時にバストアップするときにもかなり定着率がいい状態の脂肪を採取できますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。範囲が、まあ、広い、まあ、脂肪菌になってくるんですけども、範囲が広い脂肪菌になってくると結構その取れる脂肪っていうのが多くなってきますので、まあ、バストアップしたい方とか、結構出産後に胸が垂れてしまったとか、まあ、そういった方にも結構おすすめですので、いろんな範囲を組み合わせて行えば、その脂肪注入補強するその脂肪の量っていうのを確保することができるっていうのをちょっと参考にしてみてください。今回のお客様は特に全然落ちない背中周りのお肉とウエスト周りのお肉に悩まれておりましたので、そこを全力でしっかりと吸引していきたいと思います。これが吸引できた脂肪になりますね。でこれをですね、この後胸に入れるようにコンデンスの機械にかけて、いい脂肪だけにしていきたいと思います。脂肪を入れているビーカーの大きさが小さいかと思います。この後吸引した脂肪を使って補強するのですが、効率よく精術を行うためにこまめに脂肪を遠心分離器にかけられるように小さいビーカーに脂肪を入れて採取しております。この小さいビーカーが満杯になるまであと4回ぐらい同じ作業を繰り返します。この二の腕の前周と肩と上背部腰ウエストで 1700cc 増えました。でその脂肪をいい脂肪にして、こんな感じですね、こんな感じでとてもいい脂肪だけにしたものを今から入れていきたいと思います。今ご紹介しているのは脂肪注入補強ですが、補強の種類は大きく分けて3種類あります。自分の脂肪を使って自然にバストアップしたい方、自然な触り心地を求めている方、
せっかくだから吸引した自分の脂肪を使ってバストアップしたい方は、脂肪注入包鏡はとてもおすすめな施術になります。残り2つがシリコンバック包鏡とヒアルロン酸包鏡になります。一度に自分が希望するサイズまで確実にバストアップしたい方、もともと痩せ型で脂肪注入包鏡する脂肪を体から吸引することができない方はシリコンバック包鏡がおすすめです。そして誰にもバレずにほとんどダウンタイムなしで手軽にバストアップしたい方はヒアルロン酸包鏡が良いかと思います。顔の脂肪吸引は40代にとても人気な施術の一つで、若返り治療の一つでもあります。この後糸リフト、おでこの脂肪注入も行っていきます。今はですね、顔の脂肪吸引が終わったんですけども、こんな感じですね、まあ、すごくスッキリしてるのかなって思います。 100cc ぐらい吸えてるのかなって思います。今回ですね、42歳女性ですね、身長154センチで体重が68キロの方の二の腕全周で買った上背部ウエストとシップ乳のレーザー平和形成脂肪筋と、顔の頬と顎下のレーザー平和形成脂肪筋、そしてメラファットですね。で最後に糸リフトをやって、ちょっと脂肪を腕ことかこめかみに脂肪注入するっていう結構大掛かりの施術を行いました。でその前にそのちょっと脂肪を胸に入れる脂肪注入包鏡を行ったんですけども、まあ、顔から腰前ですね、ちょっとしっかりめに下がったのかなって思います。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問とかありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。